どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。このガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間にこのウクレレでモリモリ音楽楽しくできちゃいますよ、ということで簡単レッスン動画日々公開しております。今日もモリモリレッスン入っていきましょう。今日はガズモデル G ラボのガズモデルウクレレと初めてウクレレ簡単までを初めてウクレレ使っていきます。この初めてウクレレ Amazon で即ゲットできますからね、チェックしておいてください。さあ今日のレッスン動画はですね、ちょっと特別企画中の特別企画ということで、私のオリジナル曲歩く、ガズのオリジナル曲歩くという曲があるんですけど、つい先日ミュージックビデオ、このミュージックビデオ公開になりました。ぜひですね、概要欄に貼っとくんで見ていただきたいんですけど、これをですね、踏まえてですね、実はですね、この歩くの、レッスン動画を公開しております。これがその動画になるんですけど、これね、ちょっと専門用語なんですけど、キーがですね、ガズが歌いやすいように G のキーということで、ガズレレではですね、ちょっと難しいコードの並びになってるんですね。で、それをちょっと公開したところ、皆様からですね、簡単バージョンで出してほしい C のキー、簡単なやつで、しかも女性が歌いやすい C の、弾きやすいので出してくれませんかということでですね、それを受けまして、今日は、私のガズの曲、歩くの、簡単アレンジバージョン、いかにもこのガズレレアレンジをしましたというような感じの、ガズレレ必須コードでできるアレンジバージョンでやってみようと思います。そしてこのね、C のキーでやる簡単バージョンの歩くなんですけど、もともとはね、さっきご紹介したこのガズのオリジナルの、バージョンとはちょっと違うということなんですけど、この動画と比べてみていただくと、普段ガズがですね、アーティストの方の、曲を簡単アレンジしてるというのはすごくよくわかると思うんで、比較してみてもらうのもすごいおすすめです。こっちも概要欄に貼ってきますからね。そしてまあ簡単バージョンの C のキーということなんですけど、とはいえですね、ちょっと見慣れないコード、この G シャープ押し、A シャープ押しって出てくるんですよ。これちょっと頑張ってください。ここはどうしてもね、このコード外せなかったんで、これちょっと後で解説していきますけど、簡単バージョンからこのコードが出てきますけれども、はい。いつものように2バージョンでいきますよ。まず最初のバージョンは、超シンプル簡単バージョン、初心者でも弾けるバージョンです。さっきも言ったように、この2つのコードは出てくるものの、他のコードは簡単コードとなっておるんで、まずこれで練習してください。後半はかっこいいバージョンのご紹介です。かっこいいバージョンは16ビートのふんわりしたビートを再現したりとかするんですけど、印象的なイントロのフレーズとかもね、ちょっと取り組んでみたいと思います。こっちはちょっと難度は高いんですけど、取り組みがいがあるものだと思います。はい、2バージョンぜひとも最後までご覧になってください。さあ皆さん、音楽を始めましょう。音楽って聞くのも最高だけど、やる方がもっと最高。今ご覧いただいているガズレレ YouTube だったら、本当にね、あっという間にね、モリモリ音楽できるようになりますからね。誰でも簡単にできるね、順番になってるね、ものすごくいい教材になってる URL を概要欄に貼っとくんで、そこで練習してやっていってください。で、基本を掴んだらですね、やっぱり自分が好きな曲でやるのがいいと思いますから、やってみたい曲スペースガズレレというような感じで YouTube で検索していただくと出てくると思います。さあそういうわけで、歩くのレッスン動画入っていこうと思うんですけど、まずはですね、概要欄に貼ってあるミュージックビデオと、レッスン動画をちょっとご確認いただきながらですね、この曲の世界観をちょっと感じ取っていただきながら、簡単バージョンからでいいんでね、今からやる簡単バージョンでやってみてください。それではやっていきましょう。ガズの曲歩く、初心者さん向け超シンプル簡単バージョン、やってみる。 1,2,3,4
そろそろ笑顔が出てきた。さあゆっくりとロックワンダーラン歩こうよ。さあどこまでもいつまでも全て移り変わってるよ。他のペース、世界が移り変わってるよ。歩く歩く、簡単アレンジバージョン C のキーでやった、簡単バージョンやってみました。いかがだったでしょうか。このコードだといいでしょう。これかなりいけるやつでしょう。で、途中のブリッジパートのところでさっきから何本出てくるこの G シャープ押しと A シャープ押しっていうの出てきちゃうんですけど、ここをこれ以外はね、ほんと簡単バージョンなんでね、ぜひじっくりまずここからやっていってください。ガズレレの動画にはね、歌詞とコードが出てますんで、まずこれで練習していただいて、歌詞も読み込んでくださいね。私の思いがたっぷり詰まってる曲でございます。はい。やっていただきたいなと思うんですけれどもですね、1個目のゴール設定としては、ガズさんの YouTube と一緒に合わせて弾けるようになったら、もうゴール設定できたと思います。そういう方、次のステップどんどん行きましょう。次のステップは何かというと、今度はガズレレ動画を見ずに皆さん一人だけで、コードを弾いて歌を歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいなと思うんですけど、最初から全部マランクするのは大変でしょうから、まあ、楽譜を見ながらですね、何回も何回も楽譜で練習して、いずれは覚えちゃって歩こうよとこう歌えるように、ガズさんと一緒に歌えるようになると素晴らしいなと思うんですけど、でも楽譜ってどこにあるんだろうということですけど、はい、安心してください。いつも、見ているこのガズの手書きのノート、はい、この2枚にバッチリ渡ってますからね、はい、これをね今見ながらやっていったんですね。はい、簡単 C のキーでっていう風に書いてあるんですけど、これもうちょっとしたらこんな風に画面に大きく映してみんなシェアしようと思うんですけど、今大変便利なサービス、このガズクラブで、この歩くの楽譜もゲットできるようになっています。このねガズクラブって一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げたガズの曲歩くを含む、ガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大な数のもういろんなジャンルの曲が毎月5曲お選びいただいて、この曲いいな、この曲やってみたいみたいな感じで選んでいただいて、即座にお手元にデジタルデータとしてダウンロードしてすぐ練習入っていけるよという画期的なサービスなんです。そしてですね、このガズクラブは楽譜のダウンロード以外にもですね、いろんなコンテンツがあります。毎月2回全世界中のこのガズクラブメンバーが集まってワイワイセッション、課題曲を決めてもうめっちゃ盛り上がります。大セッション大会ガズオンを開催しております。毎月2回ですよ。はい、それにね、ガズクラブメンバーの方だけが使えるアプリがあったりとかしてですね、みんなの演奏動画アップロードできる非公開のページがあったりとか、なかなか盛り上がったです。メンバーのコラムもスタッフ、ガズレレ G ラボスタッフのコラムなんかも楽しめるで、そんなもんは盛りだくさんです。それちょっとね、このガズクラブとはまた違うんですけど、このガズレレ大学っつうのもやってるんですよ。こっちは大学ですからお勉強ですよ。毎週2回によるライブ配信、これは YouTube メンバーシッププログラムというのを利用してまして、 YouTube はパソコンで見る人、ここに、下にメンバーになるというボタンがあると思うんですけど、それから入れます。こっちは毎月590円で毎週2回45分のライブ配信、テーマを決めてものすごくマニアックに分かりやすくチャットでもやり取りしながら濃厚にやってます。ぜひこれもチェックしてみてください。概要欄に貼っておきますよ。そしてあと毎朝4時半からガズラジやってます。スタンド FM というアプリでもやってるんですけれども、最近ではですねガズラジ YouTube という YouTube チャンネルも立ち上げましてですね、まあ同時公開してるということで、毎朝4時半から365にとってもいい話をしてますんで、ぜひ聞いてください。無料で聞けるラジオアプリになってます。今ご紹介したこの3つのコンテンツ、概要欄に URL など貼ってますんで、ぜひ見てみてください。それじゃあ楽譜を見ていきましょう。歩くガズの曲、簡単 C のキーでやってみましょう。はい、これね、ガズレレのね、簡単コードに置き換えるとすごい簡単です。F と C とか F と G7、CC。ほとんどこのコードですよ。
はい、こんな風に写しておくので皆さん、お時間ある方は、書いていってください。ちょっとねワンブロックの長さがこれ乾燥みたいなのがちっちゃくなってる、ここが普通に書いてありますけどね、この辺もちょっと要注意でございます。はい、動画ならテロップと合わせて見てもらうのがいいかと思います。ここもちょっとちっちゃい表記になってたりとかします。乾燥のところですね、これこことここ一緒ですからね、メロディーとしてはね。はい、これがまず、最初に出てくるサビなんですけど、ここね2回繰り返すんですよ。上に出てくるここね歌詞がね、ほら世界とか元気とか、笑顔とか元気とかね、全てとか世界とか、これ上に書いてあるのは1番、下に書いてあるのは2番ですからね、これをちょっと、ご注意ください。一時停止で書いてください。そして今紹介させてもらったガズクラブで、このねガズのノートの特徴、これをねデータそのものをダウンロードしてもらうのすごくいいですよ。まあ皆さん聞いていただけると分かると思うんですけど、言葉のねここの上にタイミングがね全部このボチがついてるし、ボチが。このボタンでリズムが分かるというふうになってますので、これね、ガズの、ノート、かなり役立ちますんで、ガズクラブでゲットしていただくのもいいと思います。はい、で、まずこれサビですね。はい。そしたらここ、1番。これほとんどサビと同じコード進行でございます。ここの矢印マークはシンコペーションといって、リズムをズコンと食い込む。これかっこいいバージョンでここでやっていきます。あ、ちょっと言い忘れましたけど。ここ、イントロのところで、ここ、見て、1弦の7、8、10のフレーズ。これがですね、ちょっとね、今回のキーポイントになるフレーズですね。ここの感想のところでも入っていきますということなんですけど。はい、で、1番ですね。はい。ちょっとここら辺がラップ調で、ちょっと言葉が詰まってるところがポイントです。はい。で、ここ2番。同じコード進行でございます。そして、2番まで一時停止で書いてますよね。やったら、ここにサビって書いてあるから、ここサビに戻りますね。で、戻ってきたら、ここの下の段の歌詞になりますからね。はい。ここ、元気になったり、はい、します。ここもすべて、すべてになった、世界がすべてになったりしてね。はい、下の段の2番の歌詞で。その後、この2回目のサビが終わったら、こっちのブリッジパート、クルリンパです。ここで出てきちゃうのが、この G シャープ、C、A シャープ。これはどうしてもね、簡単にできないんですね。これ、あと、この後ちょっと解説しますけど、見ておいてください、ということですね。はい。で、ここもちょっとコード変わってます。G というコード、かっこいいバージョンでは登場ですね。はい。そして、こんな感じで、最後、いきますと。ここの E7 がね、泣かせる感じですね。そして、エンディングのフレーズ入って終わる、ということになっております。はい。ちょっと出てくるコードを見ていこうと思うんですけど、今日はですね、もうこの G シャープ押し、A シャープ押しも、簡単版から出てきちゃうんであれなんですけど、要はG だけですね、かっこいいバージョンで登場するのは一瞬ですけどね。はい。まあ、これなくてもいいかなと思うんですけど、まあ、一応書いておきました。ちょっと言っていきます。C と Am と A7 と F と G7 と E7Em7。はい。今ね、この赤いのをこうやって隠すと、今これ映ってるやつは超簡単コードですよ。1、2、3、4、5、6、7個。この7個はガズレレでもおなじみの入門コード、必須コード、ガズレレ必須コードのグループのメンバーです。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、このちっちゃいクレレで音楽始めた一緒に一番最初に覚えてもらいたい入門コード10個のグループ。10個もあんのかと思うかもしれないんだけど、入門コードだから1個ずつ見たら超簡単。だけどバンと1個ね、初心者の人が10個いっぺんに覚えようと思ったら頭がごちゃごちゃになりますから、押さえる場所と名前がごちゃごちゃになる。そこで私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃう、めちゃくちゃわかりやすくて楽しい動画、概要欄に貼っておきます。はい。そしたらそれ以外に出てくるコードなんですけど、さっきから出てきているこれ G シャープ押し、 A シャープ押し、これついでに G もちょっとご紹介させてください。これね3つセットで覚えちゃうといいと思います。まず最初はね、G シャープ星から行きましょうか。なと思うんだけど、これ難しい。G から行こう。G っていうのはシンプル簡単バージョンで出てこないんですけど、これが基本になってます。ガズレレでは G7 というコードに抑える、置き換えちゃうことが多いんですけど、G っていうのは本当ね、G7 ってこことこことここでしょ？だけど、G ってこことこことここなんですよね。はい、ガズの押さえ方としては、人差し指が3弦の2フレット、中指が1弦の2フレット、薬指が2弦の3フレットで、こういうふうに押さえていますが、もちろんこれでもいいですよ。人差し指で1、2、3弦の2フレットを押さえて、中指で2弦の3フレット、これでもいいです。これが G というコード。はい。でこれ覚えました？ G という形のまま1個こっちにずるっとずらしたのが G シャープ押しです。簡単でしょ。でこのままあと2個こっちドンドンとずらしたら A シャープ押しというのが、これガズレレオリジナルのねコードの表記ですからね、星が書いてあるのはガズレレだけしか通用しないコードネームですからね。だから G、 これが基本で1個ずらして3フレットのところでこの三角形を作るのが G シャープ押しで、またあんあんって2個ずらして5フレットのところで三角形を作るのが A シャープ星という風に覚えておくといいかもしれません。そうするとブリッジパートのこの足音揃えんところ、足音揃えピートを刻みながら、この
なようになりますということでございます。すごいですね。この響きすごいいいでしょ。ここがですね、ふんわりこう浮遊感を感じさせるコードだなと思って、ガズも気持ちいいなと思ってやっておりましたと。はい。このコードを使って今シンプル簡単バージョンやっていったんですけど、なかなかですね、ガズが作っておきながら、世界観が広いなと自分で作って思っております。ぜひ皆さん、気持ちよく歌ってください。じゃあ、ここからかっこいいバージョンの解説入っていきましょう。かっこいいバージョンは今出てきた G というコードが出てくるんでね。一箇所ほんとちょっとね、今のブリッジパート最後のところ出てくる。これは後で解説しましょう。じゃあ、リズムですね。今日出てくるリズムははい、これです。16ビートのチャット。まあ、アルペジオがちょっと伸ばす感じで出てくるというです。リズムはすごくシンプルなんですけど、この16ビートのチャがすごい難しいんですけどね。はい。これがすごく参考になります。16ビートのチャがうまくいく7つのね、裏技みたいな。これもね、ぜひ見てもらいたいんですけど、あと今映ってるこのリズムとさっきのね、サムネイルに映ってるやつ、概要欄に貼っているリズムのウクレレでできるリズムのいろいろというホームページの中に動画でしっかり解説してるんで、まず動画を見てですね、じっくりリズムを、マスターしてください。この16ビートのチャっていうのはね、ガズレレでもね、みんな憧れちゃう素敵リズムの代表なんですけど、ちょっとね、可能であればカッティングを織り交ぜるとなおさらいいですね。サビのコード進行やってみると、ルッコーよしないかな、ちょっと余裕出てきたら、このカッティングを織り交ぜるとさらにこうグルーブが増しますんでね、ちょっと参考にしていただければと思います。最初はもうブンダカチカタタスタスタチカタカ、はい、こんな軽やかな感じでいきたいんですけど、いつも言ってますけど、肘で動いてるとバキバキになっちゃいますから、手首で柔らかくソフトに包み込むように優しくいきましょう。はい、でまず難しかったら8ビートから歩こうよ、I call you、青空、8ビートのチャでやるのもこの曲はまあいいかもしれません。初心者、中級者の方はぜひこのリズムでやってみましょう。でとちょっとじゃあ順番でいくと、ちょっと待って、イントロと間奏のリズムはもうちょっと後で解説します。このシンコペーションマークが出てくるところがあります。どこまでもいつまでもこの感じなんですけど、これはね、シンコペーションはシンコペーションでもちょっと大きいタイプのシンコペーションです。ちょっとここやってみます。どこまでもいつまでも、せーの、どこまでもいつまでも。世界が映る、わかります？ドンドスダーン、ダカダカドンドスダーン、これダウンで切り替えるシンコペーションなんで、ちょっとね16ビートのシンコペーションなんですけど、大きいシンコペーションというふうにガズが表現してますけど、ダンドスダウン、ダカダカドンドスダウン、この辺ね、ちょっと結構溜めてやる感じが気持ちがいいと思います。これね、このシンコペーションのパターンはいろいろなところで A メロでも出てくるんで、注目でございます。途中ブリッジパートで優しくなるところがあるんですね。そこは歩こうよ、伸ばしといて、はい、こうちょっとアルペジオっぽい感じで、ラフな感じでいいと思いますけど、つまびく感じを取り入れてみようということでございます。でね、今日はやっぱ一番注目ポイントがイントロのメロディーです。ちょっとやってみますね。このメロディーをやりたい。まずはイントロと一番最後のエンディングでは、ここのブリッジというところにここの手を、ね、当てて音をくすぐらせる。 C で弾いてみると、普通に C 弾くと、これをわざと音をくすぐらせてですね、ブリッジミュートという奏法があります。あ、これまた忘れてた。このブリッジミュートも濃厚解説レッスン動画アップロードされてますんで、概要欄のところにあるウクレレでできるリズムいろいろのところでちょっと見てやってみてください。で、これをブリッジミュートかけながらフレーズを弾きたいんですけど、今日どうしてもちょっと難しいことになっちゃいます。弾き方をちょっとまず一回弾いてみよう。こんな感じです。5フレット人差し指で全部制覇で押さえちゃってですよ。いい、ビシッと押さえちゃって、で、ここ1弦の7、8、10、これを弾きます。今度はこの5フレット押さえてるの離して、全く離して、今度1弦の7、8、8、また5フレット押さえて、はい、これをやりたいんですね。つまり、1弦の7、8、10、7、8、10、このメロディーを弾きながら、本当は F で7、8、10、7、8、10、7、8、10、これでやりたいんですけど、これね、 F を下のメロディーを弾くとで、これどうしても気持ち悪くことになっちゃうんで、これね、
制覇とかバレーとか言うんですけど、ゴグレットを人差し指でビシッと全部押さえる。この方法、これ制覇とかバレーとか言うんですけど、ここにね、ここにスペースがないとダメですよ。このやり方はですね、制覇とバレーのやり方、このね、動画にめちゃくちゃ詳しく出てます。これ A シャープのコードを解説してる動画なんですけど、ここの中にここに書いてある制覇とバレーの解説って書いてあるでしょ。これをぜひ見てください。これ概要欄に貼っとくんでね、 A シャープのところにある制覇バレーのところを見て、このゴグレットを全部押さえといて、押さえたまんま一弦の780、780、これ結構小指使えますよ。ね、一弦この C の時は簡単、全部外しちゃって780、全部弾きますよ、一弦から四弦まで。で今度また F の時は5フレット全部押さえておいて、一弦の780780、これなんですよ。これ皆さんちょっとね、最初難しいかもしれない。まずこの制覇がビシッと抑えられないといけないんでね、手首とかこうなんかね、いろいろこう手首の調整とか、ここにスペースがないとダメとかね、さっきのね、この制覇バレーの、分かるよっていう動画でもうみっちり解説してるんで、ぜひこれちょっとやってみて。ただこういう風に言って、このここまで行くんですね、自由で。その時にガズのね、研究によると、ねん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 じゃないですか。でこの指が残ってるとここまで届きづらいんで、ねん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 で、ここ何にも抑えない方がいいですよ。わかる？ガズの場合だ。ねねねねねねね、こういう風に小指だけ、人差し指と小指だけで10フレットをやったりと、これ押さえてるとね、そこ届かなくなる可能性あるんで。あと体を押し、こう体にこう内側に入れてゴクッとやるとか、ここのとこちょっと難しいんで、この、5フレットを押さえたまま1弦の10フレット、はい、ここがちょっと挑戦の押しどころかなと思います。イントロではこれをブリッジミュートで弾いて、途中の間奏とかで入ってくるときはこれリズム16ビートのチャンになりますからね。やってみましょう、せーの。このフレーズちょっとね、皆さんしっかり取り組んでやってみる。でも最初はね、これ難しいと思うんで、最初はデン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 で F と C のコードで取り組むのがいいと思うんですけど、慣れてきたら挑戦として、トライとして、いや、ぜひやってみてください。この16ビート弾きながら、このね、小指まで使うフレーズっていうのはなかなか高難度だと思うんですけど、まあこの曲でこのフレーズがやっぱキーポイントになってるんで、ぜひゆっくりやっていってくださいと。それで G シャープ押しと A シャープ押しのところはね、さっきのところの、簡単バージョンと同じコードなんですけど、最後の方でちょっと G が出てくる並びをやってみます。僕らのグルーブ、ふんわりと、そこがね、乗り込む G7 で、ここの後です。G って、こんな感じで次のゆっくりになるところに向かっていく。 G7 から G というコード進行でちょっと洒落たコードの響きを演出してみましたということでございます。はい、やっぱり今日はこの簡単アレンジバージョンなんですけど、かっこいいバージョンはこのフレーズがやっぱり、ぜひ皆さんにちょっとね、トライしてみていただきたいポイントなんですけど、これはちょっと難しいっちゃいます。なんかさっきも言ったけど、ねん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 、自分の声で言うのも全然ありだと思います。まずね、そのステップでやってみてください。さあ、それではやっていきましょう。ガズのオリジナルソング、歩くの、キー C バージョン、かっこいいバージョンでやってみる。1、2、3、4。
さあゆっくりとロックンロール、でしょうか。ガズのオリジナルソング、C のキーで、コードは簡単なんですけど、あのフレーズだけはやっぱりちょっと難しいってところあると思うんですけどね。あと16ビートのあのゆったりしたリラックスした感じでできるかどうか、ここがキーポイントになると思います。あと忘れないでいただきたい、そのガズの思いがこもったですね、やっぱ歩く人生はそれぞれのペースで、それぞれの人の歩きたい方向に向かって、みんなでそれぞれのペースで歩いていく、素晴らしい、それぞれがそれぞれの道をマイペースで歩く、これをキャッチしてください。そしてね、さっきもね、お伝えさせてもらったんですけど、この歩くのガズのミュージックビデオもですね、ご覧いただいてですね、この世界観をですね、こうさらにこうなんていうのかな、キャッチしていただければなというふうに思います。気持ちよいく弾けるようになるとかなり最高でございます。ぜひ撮らせてみてください。2023年ガズレレ生誕10周年ということで、東京、名古屋、大阪でイベント開催したんですけど、もうソールドアウトになってくれてありがとうございます。追加公演決定です。5月の14日日曜日、吉祥寺 GB で夕方の部、これが予約スタートになりました。ぜひ皆さん、買い逃した方、あ、どうしようかなって迷ってるうちにソールドになっちゃった方、概要欄に貼っておくんで、ぜひ、予約してください。待ってます。そしてね、ガズレレではいろんなことやってるんですけど、ガズピアノっつうのやってるんです。知ってましたか？鍵盤楽器もガズレレスタイルで、どんな方でもすぐ弾けちゃう、革新的な、YouTube チャンネルがあるんですよ。これ、ガズピアノでね、YouTube 検索すると出てきます。本が出てますから、リットミュージックさんから出てますよ。ぜひ皆さん、これ覚えておいてください。検索して、今、楽器さんとか本屋さんにも売ってると思います。そしてガズレレではですね、あのガズレシピというアプリがあってですね、アプリスマホとかあのタブレット皆さん入れておいてください。入ってそこで何ができるかというと、楽譜が見られます。無料の楽譜もあるんですけど、有料の楽譜がもう山ほどあって、もう何百曲もそこで、要はこうスクロール、自動スクロール機能とかメトロノーム機能とかって、なかなかすごいいいことになってますので、ぜひあのアプリ入れるだけでもまず入れてみてください。そしてそれのね、書籍版も出てますからね、これ本にもなってるんですよ。 Amazon などで販売中。ガズレシピ書籍版もぜひチェックよろしくお願いします。あといつもでガズが使ってる G ラボウクレレについているこの水引きだとか、はい、このストラップだとかキャップだとかね、 T シャツとかいろんなグッズあります。このグッズページ、ホームページに載ってますので、ね、いろんなグッズも探してみてください。そんな感じで、あっちからこっちからもうめちゃくちゃもう楽しく音楽やろうぜということで、盛り上がって盛り上げていっております。ぜひ皆さん楽しく音楽していきましょう。さあ本日はレッスン動画をご覧いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。それではね、バイバイ。